サッカーを愛する皆さん、こんにちは。今日もまた熱い戦いをお送りしていきます。今日の実況は西岡明彦、コメンテーターには福西崇史さんにお越しいただいています。今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日の試合はワトフォード対アーセナルのマッチアップです。ヨーロッパリーグ出場を狙う両チームの直接対決ですから、これは非常に大きな意味を持つ試合です。もちろんどんなゲームも大事ですが、勝った方が上の順位に位置しますから、この試合だけは落とせませんね。ピッチ全体でプレスをかけて相手にボールをコントロールさせないチームですね。ラインナップを見てどうでしょうか。今日もいつも通りプレス主体のサッカーで行くはずです。タイトな守備をされると相手は体力的にも精神的にも負担がかかりますからね。こちらがアーセナルの先発メンバーです。ダイヤモンド型の 4-4-2 のフォーメーションです。トップ下の選手が前線2人をサポートします。Thank you for attending Vicarage Road. Enjoy the match. ビカレージロードは1997年から2013年までラグビーの強豪チームが本拠地としていたので、サッカーファンだけでなくラグビーファンの間でも知られているスタジアムです。スポーツファンに親しまれているんですね。キコ・フェメニア、中にクロスが入った。ここはクリアされました。スペースに出しましたがキーパーがいました。アーロン・ラムゼイ、ムヒタリアン、中央へ入る前にカットされました。カプネ、アブドゥライエ・ドゥクレ、カウンターのチャンス、ここは決めたい。フェメニア、ロベルト・ペレイラ、メッシ、なかなかのプレスです。ボールを取り返しました。スローインで試合が再開となります。カットしました。ここはどうするでしょうか。いいボールでしたが見事にパスカット。オバメヤン、うまく読んだインターセプト。切り裂けるか。いやー、ギリギリでしたね。よく受け手の動きを見てパスを出しましたが、ちょっとタイミングが遅かったかもしれません。リオネル・メッシ、いいカット。オバメヤンのスルーパス、ラムジー、今ノリに乗っている攻撃陣がまたもやゴールを生み出しました。まだ1点のリードですが、勢いに乗ると止まりませんからね。油断はできないですよ。頭でゴールにねじ込みました。ディフェンスはマークにつききれませんでしたね。一瞬の隙を見逃しませんでした。こちらのカメラからの映像です。リードについては監督もかなり喜んでいるようです。チームの雰囲気が変わりました。アーセナルのリードで試合が続きます。さあキックオフです。素晴らしいボールです。同点に追いつけるか。決まりました。同点ゴール。
ここまで相手にリードを許してきましたが、完全に流れが変わりました。これで勢いがつきそうですね。逆転もありえますよ。キーパー今度はセーブしきれませんでした。1回は止めましたが、相手の選手がうまく詰めていましたね。こぼれ球を狙っていました。オバメヤン、カプネ、ボールを取りました。さてどうする。走り込む味方にラムジーのスルーパス。ここは旗が上がっています。オフサイドです。フリーでしたね。ボールがこぼれました。クリアできるか。ここで大きく前に出します。このパスはダメでした。通りません。ここはよくスペースが見えていました。見事なスルーパス。キーパー素晴らしいセーブを見せた。近距離からのシュートに見事に反応しましたね。ムヒタリアン、ラムゼーが絡んでいきます。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。スルーパスが味方に通る。叩いて渡すこともできます。うまいパス。このクロスは、ここは大きくクリア。チャンスでした。ここはインターセプト。しっかり予測していました。レフェリーがフリーキックを指示しています。ペナルティーエリアにボールを入れてくるでしょうね。中央へのボールはクリアされました。カウンターのチャンスです。このパスはカットされました。ロベルト・ペレイラ、スペースを狙う。ボールはゴールラインを割ってゴールキックになります。コマン、ゴールキーパーの果敢な前進でした。ボールをしっかりとキープ。アンドレ・グレイ、これは見事なパスカットです。ボールがフリーになりました。カプレ、ロベルト・ペレイラ、このカットは大きい。しっかりと奪いました。ボールを奪いました。スコアは1対1。後半開始のホイッスル、アーセナルのキックオフです。シュートを打った。よく止めましたが、ボールはこぼれています。メッシ、ディフェンスの見事なブロック。これはキーパーがセーブ。難なくシュートを防ぎました。この選手ですが、前半のパフォーマンスを見る限り後半にも期待できそうですね。あの同点ゴールは大きかったですね。ゲームを振り出しに戻しました。後半もチームを引っ張ってくれるでしょう。これは見事に奪いました。オバメヤン、ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。
アーセナル、これはビッグチャンス来たか。前方に運びました。笛は吹かれません。危険なファール、これはアーセナルですね。これはアーセナルにイエローカードが出ました。次は厳しく行きづらくなりますね。相手はここを狙ってくると思います。アンドレ・グレイ、しっかりとしたディフェンスです。アーロン・ラムゼイ、パスコースにはディフェンスがいます。見事なシェアです。ゴールにつながるプレーとはなりません。ここをなんとかかき出した。タッチを割っ、スローイン、選手の交代があるようです。ヨゼ・ホレバス、アブドゥライエ・ドゥクレ、ボールを奪ったのはアーセナル。ボールパーソンからボールが渡されて、ゴールキックからのリスタートとなります。アーセナルの次の試合ですが、いかがでしょうか。次はクリスタルパレスです。プレミアリーグでの対戦ですね。このカードは面白くなりそうですね。勝ち越し来るか。リーグ最高の攻撃陣がここでも仕事をしました。1点のリードは大きいですね。さらに調子に乗ってきそうです。至近距離からのフィニッシュで得点を挙げました。あそこに入られた時点でキーパーはどうしようもありませんね。この角度からも見ましょう。アーセナルのリードで試合が続きます。さあキックオフです。ボールを運びゴールに襲いかかります。今のプレーは失敗でしたね。イエローが出る可能性があります。これはアーセナルにイエローカードが出ました。次は厳しく行きづらくなりますね。相手はここを狙ってくると思います。直接ゴールを狙うか迷う距離ですが、何をしてくるんでしょうか。ボールを失いました。ヘンリク・ムヒタリアン、ここはカウンターアタックを狙うか。これはいけません。あっさりとパスカット、スルーパスが味方に通る、スルーパスがオバメヤンに通る。ゴールの予感もしましたが見事に止めました。危険な位置です。緊張感が増してきます。かなり遠くから狙いました。キーパーがボールをセットしてゴールキックからの再開です。ここでカードを切ってきました。チームへの活性化となるでしょうか。ヘンリク・ムヒタリアン、アレクサンドル・ラカゼット、オバメヤン、中にスペースがあります。仕掛けるタイミングが気持ち早すぎましたね。カプレ、ペースに見事なスルーパス、アンドレ・グレイ、ここでゴールです。同点になり試合は振り出しに戻りました。試合はさらに盛り上がりを増しています。実力白昼ですね。これはプレゼントゴールでしたね。空いたゴールに流し込むだけでした。しっかり決めましたね。これで振り出しに戻りました。非常に見応えのある試合となっています。
どちらのチームもここで選手を交代してきます。メッシうまく読んだインターセプト。メッシアブドゥライエ・ドゥクレアレクサンドル・ラカゼットオバメヤンへチャンスになりました。 PK かあボールさあリードできるか。キーパー素晴らしいセーブを見せた。この時間でリードされるのを防ぎましたか。本当にビッグセーブでした。ボールを入れたオバメヤン。今ノリに乗っている攻撃陣がまたもやゴールを生み出しました。まだ1点のリードですが勢いに乗ると止まりませんからね。油断はできないですよ。リプレイをご覧ください。キーパーはボールに触っていますが止められませんでした。シュートが強烈でしたね。別の角度からご覧ください。ボールがセンターサークルに戻され再びキックオフ。試合はアーセナルがリードしています。ホームサポーターが懸命にチームを盛り上げています。同点に追いつくことを信じていますね。選手たちもこの応援に応えてほしいですね。いいボールでしたがここはクリア。これは見事に奪いました。まだまだ安心できません。スローインです。アダルベルト・ペニャランダ。あっとファールです。フリーキックとなります。直接狙えそうですね。ここは素早くリスタートしました。アダルベルト・ペニャランダ。シュートは入るか。ボールを大きく押し出します。アンドレ・グレイ。ここはシュートチャンス。アーセナル勝利で試合終了です。今日は激しいゲームになりましたね福西さん。こういうゲームはめったにお目にかかれません。この試合では鮮やかなパフォーマンスを見せました。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたことが勝利につながったと思います。